それから三人が劇団パロディクラブ。こんにちは。こんにちは。安井真理子さん、どうもお世話になります。こちらこそいらっしゃいませ。ありがとうございます。もうあれですね、もう安井さんこの世界入られてどれぐらいになりますかね。お芝居始めては17年ですが、はい、このこういうなんかこういう喋る世界とかはもう31年です。あ、そうですか。怖いわ。あの道場陽道さんの番組、はい、おはようパーソナリティでデビューされて、はい、でもそれまでは普通あの OL としては OL をやっていました。製薬会社で。ああ、そうでね、千何百人のあるオーディションを通って、ラジオの、ね、アシスタントされて、はい、でいろいろテレビとかでもね、はい、アカシアテレビでさんまさんのお相手をさせていただきました。そしてニュース、ね、スクランブルとか辛坊さんとご一緒して、辛坊嬢さん、はい、そうか、そうか。そしてその後こうやって女優の道も歩まれて女優なんてまだまだですが、はい、でもどうですか、この劇団パロディフライデーの活動というのは。そうですね、もうでも、劇団がないなんて考えられないですね。なるほど。はい、で近々この公演も、はい、24回目の公演もされるんですよ。そうです、劇団パロディフライ本公演第24回。ケイコさんですね、ハイが、ドラマシティ、梅田のシアタードラマシティで、はい、12月の567であります。それでこうやって皆さんもこうやって、そうです、今見てください、稽古場で、はいはい、それ稽古が終わった後にそれぞれの担当の係が、はい、例えばここがチケット係、はい、お客様からのお金の振り込みなどをやっております、はい、個人情報ですから。ああ、各所いろいろと衣装さんが奥でやってますし、あ、あれあれあれ、瀬野さん。あ、座長。座長が一番暇なんです。何ですか、座長は。今この時間帯は僕暇なんです。今演出の稽古が終わって、はい、で、まあ、今日はあんまり質問攻めになってないんですよね。そうです。そうです。終わってから各パートに質問攻めになる場合もあります。帰ろうとしてるんですか。いやいや、今は。いや、でもいつもね、見守ってくれてはるんですよね。そうです、ね。言ってありましたね、前ね。そうです。あ、もう今もわかりました。ちょっとカメラ向けたから帰りはったり。あ、そうですか。じゃあ、今度の、公演も楽しみですね。ありがとうございます。はい、もう、ぜひね、はい、シアタードラマシティに一人の多くの方来ていただきたいと思います。はい、あったかい気持ちになっていただいて、ちょっとこうなんか自分の近所の人だとか大切にしてる人のことを思い出して電話かけてみようかな、メールしてみようかなって思っていただけること間違いなしです。兄弟の役。あ、そうか。あ、もう兄貴と妹のうちキリコで高尾。あ、そうですか。はい、キリコさんですね。はい、で、ちっちゃい頃にお父さんお母さん亡くして大きくなった兄弟、はい、そういう、まあ話で。ああ、そうですか。はい、楽しみですね。はい、じゃあ稽古頑張ってください。ありがとうございます。はい、どうも。はい、ありがとうございます。失礼します。